どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、アラスカ航空の、えー、マイレージサービスで、シンガポール航空の、ファーストクラス、ビジネスクラス、スイートクラスが、今ね、特典航空券で発券可能なんです。っていう話です。<laughs> 皆さん、えー、アラスカ航空のマイルって持ってますか私もね、持ってないです。 で、食べたこともないんです。ですけども、ちょっとね、今検討しようかなって思うぐらいね、結構すごいことが起きてるんですよね。え、まずね、シンガポール航空のスイートファーストビジネスクラスなんですけども、シンガポール航空は ANA と同じアライアンスですよね。え、スタイアランスグループを組んで一緒の、え、グループなんですけども、残念ながら、ね、ANA マイルでシンガポール航空の ビジネスクラス、ファーストクラス、スイートクラスってのは発見できないんですよね。まあというのも、シンガポール航空自体が ANA のね、特典航空券でビジネスクラス、ファーストクラス、スイートクラスっていうのは開放してないようにしてるんですよね。まあ一時ね、え、関空から、え、シンガポールだったかなえー、っていうのは一時だけね、開放してたりしたんですけども、今現在でね、開放してないんですね。特典、ANA のマイルを使った特典航空券としては。で、 まだね、私も動画には出してないんですけども、SFC 修、SFC ダイヤモンド修行でね、えー、そのシンガポール航空のビジネスクラスにどうしても乗ってみたくて、えー、実はもう乗ったんですよね、ビジネスクラス。実際に。ですけども、それも、えー、修行を含めた、えー、現金での購入で、まあ、乗ったわけですよね。それが、 今現在ね、2019年、これ12日に撮ってるんですけども、今現在、えー、アラスカ航空のマイルでね、そちらの、え特、ー、典航空券として、その、ビジネスクラス、スイートクラス、ファーストクラスね、ファーストクラス、スイートクラスの特典、えー、航空券が購入、えー、発見することが可能です。で、まずね、アラスカマイレージのマイルを食べるっていう話は、ちょっと最後にね、 お話しさせていただきますまず、シンガポール航空のビジネスクラスが必要マイル数ですよね、まあ。アラスカ航空で東京からシンガポールまでの片道を取ると、まず、シンガポール航空じゃなくてアラスカ航空の、ね、マイレージサービスなんですけども、独自で、ね、提携している航空会社が多くて JAL、 とも提義してるんですよね。まあ、シンガポール航空とも提、えー、義してるんですけども。ですので、東京からシンガポールに行く場合、シンガポール航空のエコノミークラスが22,500マイル。JAL のエコノミークラスが15,000マイル。で、JAL のビジネスクラスだと25,000マイル。すごい少なくないですかビジネスクラスですよ。えー、東京からシンガポールの エコノミークラスですら3万5千マイルかかるところが、JAL のビジネスクラスで2万5千マイル。この時点ちょっとやばいですよね <laughs>。で、まあ、こういう感じでね、えー、アラスカ航空のマイレージサービスっていうのは、あの、いろんな、他のね、航空会社独自で組んでいて、さらに、必要マイル数が少ない傾向があるんですよね。しかも、えー、ちょっと話が、あの、脱線しちゃうんですけども、アラスカ航空で JAL のマイレージで、 えー、じゃあ JAL の、えー、飛行機のビジネスクラスとかを取った場合、アジアトゥアジアっていう路線を取ると、まあ、あの、簡単に言うとシンガポール、東京、バンコクみたいな、そういうアジアトゥアジア。まあ、日本でね、えー、経由したアジア便を取ると、ストップオーバーが可能なんですよね。まあ、ストップオーバーっていうのは、まあ、今言ったみたいにシンガポールから東京。で、東京でしばらく滞在する。で、また、 東京からバンコクに行く。これがまあストップオーバーなんですけどもまあここの区間が1月まあ今10月なんで10月に行って、まあ、こっちの区間をまあ来年の3月に行くみたいな航空券を発見しても全部で2万5000マイルで済むっていうのがこのアラスカマイルのねえすごいね お得な発見の仕方と。まあ、これはね、結構有名なんですけども、えー、いつか開発されるかなと思ったら全然開発されず、今現時でも発見することが可能です。で、アラスカ航空をシンガポール航空のビジネスクラスで利用しようってなった時にですね、えー、まず、ファーストクラス、スイートクラスっていう一番いい席だと、えー、まず、上海、北京、上海からシンガポールの路線は空いてます。 で、香港からシンガポールも空いております。で、あの、さっき言ったみたいにストップオーバーみたいな感じで利用すると、香港、シンガポール、シンガポール、北京みたいな感じで利用しても3万5千マイルなんですよね。すごくないですか <laughs> ファーストクラスで3万5千マイルで乗れるんですよ。東京からニューヨークのファーストクラス、 片、え、まあ、片道発見できないんで、片道ファーストクラス、エコノミークラスでも10万マイル以上するんですよ。A のだと。まあ、ちょっと距離が違いますけどね。でも、あの、ファーストクラスってすごい、マイル必要マイル数が高いんですよね。にもかかわらず、今回ね、アラスカ航空のマイレージで、シンガポール航空のファーストクラス、その3万5万五千マイルで利用できるんですよね。で、シンガポール航空の A、 エアバス380っていう一番新しいスイートクラスっていうのは本当にこんななんですよ。やばくないですか <laughs> で、もう一個ね、ファーストクラスっていうのもあるんですよ。それだとまた機材が変わって、ボーイング 777-300ER だとファーストクラスっていう感じになるんですよね。まああの、 ま、どっちにしても300、3万5000マイルは変わらないんですけども、まあ、あの、もしね、飛行機が好きな方で、もし乗りたいっていう方は、まあ、あの、機材をよく見てね、A380 だと新しいですし、えー、777だとちょっと古いファーストクラスになる。まあ、バイル数は一緒なんですけども、え、ちょっとね、機材自体が変わって、ま、豪華さとか、 綺麗さとはちょっと変わるかなっていうところなんですけどもまあ、でも3万5千枚入れてファーストクラスが乗れますからねやばいですよねで最後にですね注意事項、えー、行きたいと思うんですけどもアラスカ航空のマイレージサービスっていうのはまあ、アラスカ航空まあ、日本に就航してないんですよねですので日本語対応なんてあるわけないんですよですんであのー、この動画出す前にね結構調べたんですけども 本当に嫌になるぐらい日本語じゃないんですよね。当たり前ですね <laughs>。ですので、あの、なんかね、トラブった時とか、あとは、なんかコールセまあキャンセルしたくなったり時とか変更したくなったりした時ですよね。全部英語で対応しなきゃいけないんですよね。これがちょっとね、デメリットの一つなんですよね。あともう一つね、覚えておいてほしいのは、本当にこれはエラーうんちみにお得な路線、お得な価格なんですよね。ですので、 あの、いつ解約があるかわかんないんですよね。もちろん機材変更っていうのももちろん考えられるんですよね。まあ、機材変更、まあ、ちょっとそれもね、ないとも言えないんで、だからこれを仮に発見して、よし、楽しみにしようってなった時に、急に機材変更とかっていうのがね、なくはない。 と思うんですよね。まあ必要マイルスが上がったりとかね。まあその点だけね、皆さんちょっと頭入れといていただきたいなと思います。で、さい最後に言ってさっき言ったんですけども、ごめんなさい。えー、じゃあアラスカマイルをね、どうやって貯めるかって話ですよね。私も今現時点持ってないっていう話をしましたもんね。ですので、まずアラスカマイルのマイルジサービスの貯め方ですよね。 まず第一に、スピージャーメックスでたまるマリオットボンボイから交換する。アラスカマイルに交換するにしても、1.25%のレートが適用ですので、マリオットボンボイ6万ポイントを一気に交換すると2万5千マイルに交換することができます。で、マリオットボンボイポイントなんですよね。そうです。10月の18日までマリオットボンボイのポイントは、 30%オフで購入することができるんですよね。ですので、まあ、間接的なバイマイルにはなるんですけども、マリオットボンボイポイントを30%オフで買って、それをアラスカマイルに交換するっていう手もあります。で、あともう一個ですね。アラスカマイルはですね、定期的にバイマイルって言って、直接マイルを交換する、あ購入するっていうね、ことが、あの、できて、あもともと購入することができるんですよね。 で、期間限定で増量キャンペーンっていうのをやってるんですね。それが、また今現在やってるんですよね。10月31日まで。で、最大、なんかね、人によってボーナスレートが変わるみたいなんですけども、最大で、 50%増量キャンペーンもやってるんですよね。これがちょっとね、40,30,50っていうのはちょっと人によって変わるので、ちょっとね、皆さん自分でアカウント作ってからじゃないと分かんない部分であるんですけども、購入することができる。ですので、この2パターンでアラスカマイレージは貯めることができます。で今回のね、この購入して、 えー、マリオットボンボイポイントを購入する、バイマイルを購入する、まあ、両方ありますけども、そちらを利用して、アラスカマイルにため、アラスカマイルを貯める。それで、この路線に利用して、っていう感じですね。いやー、でも3万5千マイルで、ファーストクラスが乗れるってやばくないですかあの、私、この前、羽田から、エコノミークラスで、ジャカルタ、あの、ANA のね、えー 特典航空券で、ダイヤモンド修行事前ルートで利用したんですけども、3万5千マイルですからね、往復で。<laughs> まあ、これがね、いかにね、あのー、すごいかっていうのが、ちょっとあのー、ファーストクラス、ビジネスクラス、えー、スイートクラスの画像とかね、映像とかをね、実際に見ていただければ、あ、これすごいなってのはね、あの、実感湧くと思うんですけども、私もね、あのー、 実際調べるまで、あの、アラスカ前、航空のマイルっていうことも全然私調べたことなかったんで、いや、これすごいなぁと思って、今回ね、動画にさせていただいたわけですね。いかがだったでしょうか今回は、アラスカ航空のマイレージサービスを使って、シンガポール航空のファー、えー、スイートクラス、ビジネス、えー、スイートクラス、ファーストクラス、ビジネスクラスのね、えー の発見すると3万5千マイルでファーストクラスに乗れるっていう動画でした。えー、この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のチャンネルではですね、えー、こういうマイルな話っていうのはね、なかなか ANA マイル以外の話ってなかなかしないんですけども、ちょっと今回はね、 特別にっていうよりかは、まあ、あの、飛行機好きな方でね、えー、ファーストクラスをお得に乗れるっていうね、まあこれもお得情報の一つかなと思って今回ね、動画にさせていただきました。えー、私のチャンネルはもともと ANA マイル、ANA マイルに関すること、あと ANA のキャンペーンとか、マリオットボンボイの宿泊レビュー、マリオットボンボイのポイントに関して、あとね、えー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカード、お得情報、あとね、 私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもしております。もしよかったら、えー、チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします、えー。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。